事件が一個ありまして、そのネレカってことを遊んでからリリカのお家に行って配信して、まじめがご飯作ったりリリカがハンバーグ作ってくれたりしたんだけど、リリカが作ってくれたハンバーグがなんかな、まあ、マジでひき肉しか使ってないキョムバーグってやつだったんだけど、そちらはすげえ焦がしてチーズ乗せてて、チーズを乗せるタイミングが早かったんだろうね。もうなんか土台がチーズめっちゃ固まっててゴリゴリに固いチーズになってて、なんかゴリゴリながら食べてたんだけどね。まあ実際普通にやっぱり変なもの入ってねえからうめえわけよ。ひき肉の塊、つなぎ何もない、ひき肉だけマジで、マジでひき肉だんじゃん。だから美味しかったよ。お腹大丈夫だったけど、初め泊まる予定なかったんだけど、なんかね、話に花が咲いたら帰る時間、もう電車なくなっちゃって泊まったんですよ。じゃあまずお酒を開けていただいて、そうワンちゃんを今日酔わせようと思って、うん、いやあんまり良くないですよその思考マジで酔ったら帰れないからねもう泊まる気でいるもんねもう泊まるぞマジで。お布団あるよって言ったら、え、歯ブラシ買えばよかったんだだってお布団あるんだったらね泊まれるじゃん寝れちゃうからね。聞いてた話だと布団があるって聞いてて、え、じゃあその布団で、はじめが寝て、リリカは自分のなんかベッドとかがあんのかなって思ってたら、なんか一つの布団でなんか一緒に寝たね。で、なんかでもその時に二人ともお腹ギュドギュドなってた。お腹ギュドギュドなってたで。で、ずっと笑ってた二人で。ねえ、お腹めっちゃなってたけど、みたいな。おい、大丈夫かみたいな。さっきのハンバーグかみたいな。もうすっげえなってて、お腹が。いや、はじめこれは消化してんだよ、みたいな。そんな感じだね。でね、事件が一個ありまして。まあ、急遽泊まったからなんかこう、ね、寝る服みたいなの借りるじゃん。それじゃあ短パンをかじってたんだけど、短パンと T シャツをかじったんだけど、はじめその日珍しくスカートだったわけよ。短パン脱ぐの忘れたまま帰っちゃったのリリカの短パンパクってきちゃったんだなおにゃなうわーどうかなおにゃなあ、ちょっとリリカね、もう今度はうちの家に来てもらって取りに来てもらわねえと、地下に潜りたいなって思いました。火事さえなくなればあったかいのにゃ。